こんにちは。今回は YouTube のコメント欄にあった質問に答えていこうと思います。初心者におすすめのアコギ教えてください。ここ最近おすすめしているギター、ヘッドウェイ HF45S です。このギターね、めちゃくちゃ弾きやすいです。今まで結構高いギター買ってきたんですけど、このギターの方が弾きやすいです。いつも YouTube で言ってるんですけど、ギターを買ったらお店で調節してもらいましょうっていうのを YouTube で言ってるんですけど、このギターは最初から弾きやすいですね。これは案件ではありません。ですんで、ギター初心者の生徒さんに、先生何がおすすめですかって聞かれたら、これをおすすめしてます。で、いずれライブとかやりたいなって人は、これのエレアコバージョンがあるんですよね。ヘッドウェイの HEC45 っていうモデル、これもすごい弾きやすくておすすめです。このギターもね、最初から調整なしで弾きやすいっていう、あの3万円では考えられないぐらいの弾きやすさですね。で、以前このチャンネルでも紹介したハニービーっていう1枚のギターってどうなんだっていう話なんですけど、このギターは調整なしだとかなり弾くのは難しいです。だいたい調整費用は1万円から1万5000円くらいかかると思っておいた方がいいですね。まあ音色はヘッドウェイもハニービーもそんな変わりはありません。一番安く済ませるなら、安いハニービーを手に入れて、で楽器屋さんで調整してもらうっていう方法で、調整してもらうのはちょっと面倒だな、届いた日から練習したいっていう人はヘッドウェイを買った方がいいかなと思います。もし今日紹介したギター以外にも安くてこんなギターがあるよっていうのがあったら、コメント欄で教えてください。いつでもどこでもギターを学べるオンラインスクールをやっておりますので、詳しく詳細をご覧ください。直接ギターのレッスンを受けたいという方は、千葉県の松戸市でギター教室をやっておりますので、ぜひお越しください。それでは今日もご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。